ご視聴ありがとうございます。今回はピエール勉強会3をご紹介します。剪定や植え替えについてご紹介します。ぜひ最後まで見てください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。開会の三國です。今回はですね、まあ、PL 勉強会、まあ、バラの、はい、まあ、PL、まあ、通販でね1回目に、販売させていただきまして、今回販売させていただいたのと普通に売られてる PL っていうのは違うんでね、本当に簡単に説明させていただきます。今回僕が PL 勉強会ってするのは特殊な PL です。僕が今から説明するのはうちの通販で PL を買った方のみです。はい、本当申し訳ないです。でよく園芸店とかで売られてる PL っていうものを買われた方が僕の話をこれ聞いてしまうと間違いが出るんでね、うん、もう本当にこれだけはご了承お願いします。もう前もって言っておきます。で皆さん買われた方本当にありがとうございます。で今僕は植え替え一切してません、はい、外ほったらかしです。でまあ皆さん、来て花が咲きましたよね、春にね、5月ぐらいも綺麗なバラが咲いたと思うんですけど、花が終わったらね摘んでくださいって言いましたよね、はい、上から1個目2つ目ぐらいパッパで切ったらどんななってますか。多分こんな状態になってると思います。こんな状態です。はい、はい、多分皆さんそうなってると思いますね。あんまり変わらないかな。例えば東京で買った人とかもなんかふにゅ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 って伸びて、おい夏花咲かんやんって、うん、ね、咲かんやんってね、四季バラって言ったじゃないのってね、僕はっきり言います。場所によるんですよ。本当申し訳ございません。それよりももっと大事なことは3年間2年か3年間どうこれを大きくするかなんですよ。大きくする場所皆さん絶対置いていてください。上じゃないですっていうことなんです。ここです。はい、根っこです、ね、で皆さんね PL 勉強会の3回目、ね、になりますけど、とにかく日光当ててください。バラにとって一番大事なのは日光です。もちろん水肥料も大事です。一番は日光です。もう絶対に部屋に入れないでください。室内に入れないでください。もうベランダでいいです。玄関先でいいです。置いてる方必ずね。でそれがね、例えば葉っぱがピカピカしない、例えば葉っぱが黄色くなるっていうのはひょっとしたら日照不足かもしれない、うん、弱々しい、なんか葉っぱがねガチガチしてない、元気がない、そういった場合は第一の原因として日照不足かな、うん、だからちょっと場所を移動してあげてください。でもいやもう移動する場所がないよと、どうしたらいいんやと、もう私今ベランダで玄関もないよと、玄関道路やからどうすることもできない方にお伝えします。そうした場合はやっぱりね日光の当たる場所まで持ってってください。これ高さなんですよ。例えばマンションとかっていうのはこういう風に、それは落下防止のためにドアこう置いて、落下防止がなかったら人間落ちてしまいますから、こういう風な滴り、あれが塀があるでしょ、だから落ちないだけであって、あれがなかったら日光当たるんですよ。あれが当たることによって日陰になってまうんですよ、でしょ多分ね。だからどうやったらもう下を上げるしかないんですよ。なんか椅子でもいいから買ってきて、下にあるものをこうやって上に上がっていけばだんだん紫外線の量増えてきますんで、例えばベランダの下に置いとくと壁ここから 1.5 メーターぐらいありますんでね、日光当たらないんですよ。だから下に椅子とかを置くことによって日光当たらなくても紫外線が当たるんですよ、うん、紫外線ってすごく大事なんで高さで調整してください、はい、そうすると葉っぱちょっと元気になりますんでね、いっぺんやってみてください、はい、あと周りにあんまり余計なものを置かない。なぜかっていうとベランダのとこって風が当たらない、壁があるから風ありそうでないんですよ。上は当たりますよ、洗濯物を置けば。下は当たらないんですよ、壁で覆われてるから。でその横にまた置くじゃないですか、洗濯機とか、なんていうの、なんかいろんなものをね、室外機があったり、で室外機の近くには絶対置かないこと、これ気をつけてください、ね、室外機の横に置いてもいいけど風がまともに当たると良くない。そうすると葉っぱ黄色くなってると思いますんで、そういう方はちょっと室外機から離らかしてください、うん、離らかしてください、はい、でそれでも虫の場合もうマンションの外置いてください。そーっとした公園とかに、はい、公園とかに、それは盗まれるかもしれないけど
盗まれるかな、都会やったら盗まれるかもしれんね。とにかく日光に当てる、日光に当てる努力をしてください。でそうすれば葉っぱ元気になります。でやはりどうしてもね、5月6月7月っていうのは虫ね、すっごい来るやつが、コガネムシがね、こういう新しい新葉を食いに来ますんでね、必ず殺虫剤とか防虫剤を事前にやっておいてください、はいね、こういったものを事前にこうねやっておいてください。で例えばここはあの黒干し病とかね、うどんこ病とかもつきますんでね。でそういった場合はあのついてからでは、正直な話なんかめんどくさい、こういうのするのは。それよりも定期的にやったもって、これやる、これ説明すると僕法律違反になるんですよ。これなぜかっていうと、1年間の間に何回散布するっていうのは、これ農薬法で守られてるんですよ、メーカーさんが国から。でそれを僕が違った意味で、これ何回やってもいいですよって言ったらダメなんですよ。それくらい規制厳しいんですよ。僕は何回もやってます。やってるからといって他の農作物に影響がある、例えば周りの河川に、例えば用水路を危険な状態にさせたっていうのはありません。ありませんっていうか、害はなかったです。1年間で2回散布したところで虫はまた来ます、絶対来ます。わかりますね。そんなに虫は世の中たくさんいるし、虫かって生きていくために一生懸命努力しますんでね、1年間で2回で虫が来なくなるっていうことは 200% ありえません、ありえません。僕の経験上ね、1個だけデメリットがあるんですよ。虫とか病原菌っていうのは、同じ薬をずっとかけ続けると免疫力つくんですよ、効かなくなるんですよ。だから2種類買ってください。はい、で2種類を交互でやっていくのがいいです。で葉っぱが黄色くなる、よくあります、気にしないでください。で一番ダメなのは、こういうふうに葉っぱが黄色くなるんですよね、こういうふうに黄色くなる、ね、でこの要因っていうのは急激な温度変化とか水切れ、あと栄養不足、いろんな要因があるんでここでは説明できません。でもどんなに黄色が葉っぱくなったり、例えばねこうやって虫に食われたりね、これ虫に食われたんかな、うまくね発芽したんだけど、この時にすっごい日光が当たって水分を取られてしまったっていう現象なんですよ。綺麗に葉っぱが展開する時に日光がガーンと当たって風がバーン吹いた時に、この水分全部取ってかれてドライフラワーになる場合があるんですよ、ちっちゃい葉がね、うん、だからいろんな要因があって黄色くなった、そういったものは必ずって言っていいほど病原菌寄ってきます。これなぜかっていうと、弱った体には菌が寄りやすいんですよ。これは僕たちも同じです。やっぱり寝たきりとか、例えば体がすごく弱ってる時っていうのはまた病原菌に入るんですよ。だからやっぱ健康な人ってね、あんまり風邪ひかないでしょ、体が強いんですよ。でも体が弱いとやはり風邪ひいたり熱が出たり発熱を起こしたり咳がオンオンってなるんですよね。だからどうしても弱いものを置いておくとまた虫来ますんでね、必ず取り除いたまた無難です。でそれはこの表面上だけじゃありません、下もです。この土の上に乗ってるものは全部取り除いてください、覚えておいてください。これが、まあ、今回ピエールの3回目ね。で次に植え替えしたまたいいんじゃないのと思うじゃないですか、はい、植え替えはしたまたいいです。植え替えいつやったらいいかっていうのは、これ本当に難しいところで、皆さんの環境によるんですよ。環境がすごくいいと根っこ張ってます。で肥料を やれば根っこ伸びてます。でも肥料も例えば置き肥と液肥がありますんでね、そういったことによって根っこの環境によってこの違うんですよ。ならいつやればいいのってなるんですよ。でそういった場合は多分皆さん手元にこうあると思うんで、ね、手袋必ず暗記してくださいね、こう取り上げてください。今こんな状態になってると思いますからね。でこれね、スリット鉢なんで ねここに横に穴開いてますね、皆さんね手元にあると思います。でこのポットに入ってない方は違ったねピエールを買ってるんですよ。だからその人は参考ならないんですって、本当に申し訳ないんですけど、これなぜかを説明しますね。見てくださいね、うちが売ったピエールっていうのは接ぎ木してないんですよ、はい、ほら接ぎ木してないでしょ、はい、で普通のピエールはつるバラです。でつるバラっていうのは根本的に
下に親にっていうのがあって、上にピエールが乗ってるんですよ。下のバラと上のバラって違うんですよ。皆さん覚えておいてください。皆さんバラ購入するときに 80% のバラっていうものは接ぎ木してます。ミニバラは接ぎ木してません。でもバラはほとんど接ぎ木してます。ね、これ見てください。接ぎ木してないんですよ。してないでしょ、ほら。一切。はい。してないでしょ、ほら。ね、親木もピエールなんですよ。でも、なぜ強いかっていうのを説明させていただきますと、やはりそういったところで最初作ったからなんですよ。だから作れないですよって言ってるんですよ、全国の生産者の人が。はい、いつ植え替えしたらいいかっていうと、そーっとこう土を上げてください。そーっとこういうふうにパッと、そうするとほら、ね、土またまた見えるでしょう、はい、こういった場合はしなくていいです。このままでいいですね。こうやって上げないと分かんない、上げてください。でもう、でも例えば肥料を たっぷりやってる人とか、すごく例えば環境がいい場合は真っ白になってる場合がある、うん、でそういった場合は植え替えしてください。次に植え替えのポイント、だいたい二回り直径、ね、30センチぐらいのポットに植えてください。で絶対お約束です、守ってください。これはで、まあ、これちょっとね、もともとの、まあ、30センチぐらいのポット買います。でなるべくね背の高いもの買わないでください。だいたいねこんな形、これのただ単に大きくなった形だと思ってください。わかります？例えば横だけ開くて高さが短いやつあるじゃないですか、とかプランターとか、それやめてください。横長のプランターとか細長いやつとかはやめてください。ただ単にこれの一回り大きい、下がちょっと細くて上がちょっと広くて、そういったポットを買ってください。これはプラスチック鉢でも何でもいいです。でもう一個注意点、ポットが大きくなればなるほど水はけ悪くなるんで、必ずね大きいやつ入れたら下に1/4って覚えておいてください。軽石入れてくださいね、軽石入れることによって上から水をやってもここでね根腐れを起こすことがないんでね。でそれプラス穴の多いポットを買ってください。で穴が1個しか開いてない、おしゃれなポットって穴1個しか開いてないんで、そういった場合はどうしたらいいかって言ったらここにね、なんか木でもいいから、ここの穴がすぐねペタッてひっつくと、ここ地面にペタッてひっつくと、ここに苔が生えてね、ここにね、ここに苔が生えて水抜けない場合があるんですよ、うん、だからちょこっと浮かせるといいですね。ちょっと工夫してね、工夫して開けることによってここの風通しすごく良くなるんですよ。はい、なんかすのこでもいいですよ。すのことかの上に置いといても全然いいですね、はい、ちょっと自分なりに工夫してやってみてください。でその時ですね、皆さんね、植え替えのポイントです。植え替えするときは絶対に夏は根をほぐさないでください。しないでください。僕はしない方がいいと思う。で秋とかにね、あ根詰まりだって言った場合は根をほぐしてもらっていいです。ほぐして例えば、ちょっとね土全体を植え替える。もう一番したらダメなのはこれ飛ぶでしょ、やる人いるんですって。気持ちわかります。これ古い土やから、これね前の土やから、新しい土に全部植え替えようと思ってる人いるんですよ。やっぱそういう風な YouTube も上げてる人いるんでね、それも間違いじゃないんですよ。やる時期があるんですよ。で土を全部落としてね、根っこをね、悪くなった根っこを切り落としてね、健全な根っこだけにしても全部土を落とすのは絶対に夏やったらダメです。絶対にやめてください。本当に危険です。僕はっきり言います。 50% 以上それで枯らします。はい、ついてきません植物が。なんでこんな暑い時に大手術するんやっていう感じです、はい、もう やっぱり暑い時とか寒い時やめといた方がいい。でそういうのをするのは春とか秋です。春とか秋にやってください。だからならどうすればいいのっていうことです。大きめのポットにこう入れて土をここに追加するだけです。でここの高さを一緒にしてください。必ずねこれ以上植えるのダメです。少ないのはいいです。わかります？ちょっとこういう風にポッて大きめのやつに入れるじゃないですか、入れるじゃないですか。で入れて周りと下に土を追加するだけで OK です。
な何の知恵いいなって言われたら、やっぱり2年後3年後のこと考えると高くてもいいからバラ専用の土買ってください。でそのバラ専用の土を下の部分と横の部分に追加するだけです。でやってはいけないこと、土をここまで入れることです。はい、ね、絶対やめてください。腐ります。ね、必ずこの位置もしくはこの下、下だったらいいです。でもこれはあかんよ、ね、ここら辺だったら全然大丈夫です、ね、でそういう風にしてまたねやってください。で肥料、肥料は置き肥やったら大丈夫です。液肥とかであまり過剰にねたくさん肥料を与えないこと、うん、春夏っていう風に希釈倍率変わるんですよ。これ守ってください。だったらこれ500倍を1000倍に変えてください、夏と冬はね。でそれをやってもらえれば10日に一遍やってもらっても全然 OK です。でバラはもうとにかくね、あの、コガネムシとかね、あと黒星病、うどんこ病、肌にいろんな病原菌とかウイルスとかね害虫が来ますんで、必ず農薬とかそういったことは心がけてください。で葉っぱが全部なくなってもここさえ生きてれば大丈夫です。めったに死ぬことがないんでね、とにかく皆さんね我慢してください。で次です、大事なの、ひょろひょろ伸びてるじゃないですか、なんか邪魔やなっていう方、僕の考え方ですよ、切ってしまってください、はい、でももう やめたらいいのは1月の剪定、1月2月の剪定と夏の剪定は違います。これ覚えておいてください。夏は弱剪定って言いまして、細いやつを切ります。どこでもいいからうーっと伸びてるからこれ邪魔やなとかと思ったら切ればいいです。葉っぱが茂ってたら切ればいいです。横にシューッと伸びてたらでここに花芽作ると思うじゃないですか。考え方違います。根っこ切り取ることの大抽選なんでね、だどうせ切ります。これ今シューッと伸びてるでしょ、これね実を言うと来年の1月とか2月になったらバチッて切るんで、どうせ切らないといけないんですよ、うん、どうせ切らないといけないやったら今切ってもいいですよっていうことです。はい、でもその代わり秋はそこの切ったとこからは咲きません、はい、でも逆に言うと残った枝が太くなる、わかります？今100というエネルギーが1本2本3本4本5本6本7本8本9本にいってるんですよ。わかりますかね、1本2本3本4本5本6本7本8本9本10本、10個こう枝が出てるんですよね。10個全貌にエネルギーを出そうとすると10個のエネルギー使わないといけないんですよ。でこれをねちょっと減らすとどうなるかって言ったら100のエネルギーを少しの量のところに持ってかれるから1個の枝に栄養たくさんいくんですよ、うん、栄養たくさんいくとどうなるかって言ったら葉っぱもしっかりしてくるんですよ。でも今切らない方が葉っぱ多いじゃないですか、うん、だから僕は夏まで葉っぱを茂らせてくださいよって言ってるんですよね。で大体今の時期って葉っぱ増えましたから、ほら増えたでしょ。で増えてね、うん、教えてあげるね、増えると最初色薄いんですよ、はい、バラってこれがだんだん濃くなってくる。で濃くなってきたらもう葉っぱの数減らしていいですよ、うん、もう光合成たくさんしてね、こうガチッとグッ多少なりグッとなってるから、薄い時はあんまり切らない方がいいかなね。でこれが大人の葉っぱになるの、これ子供柔らかいやろ、ほら柔らかいやろ、ほら触ってみると、これ硬いやろね、ね。で柔らかいとこに虫がつきやすいね。でそういう風になんていうかな、バランスを取っていくんやね。葉っぱが茂りすぎてたら日光をたくさん、葉っぱとにかく茂らせて光合成をたくさんさせる。で光合成たくさんさせると下の根っこがうっとこうやってエネルギーグッて強くなる、この部分がね。で下の部分がこう強くなった時に上の部分を切っても下健康やっていくと、わかります？それの繰り返しをするんですよ、はいね、かといってね、あのバチバチバチって葉っぱ切ったらダメです。葉っぱが茂ってるから。で1月2月の剪定っていうのは葉っぱないんですよ。葉っぱが全部落葉した時にやるんですよ。だからどこ切っていいかがわかるんですよね。で今の時期って葉っぱ茂ってるから切る場所わかんないんですよ、うん、だから分からない時には伸びたやつだけ切ってください。もうそれだけ、伸びてるところ、伸びてるとことか邪魔になるところにニャーッと伸びたらもうここで切ってください。この場所下から上から3節目根元から考えんでいい。俺は考えたことない、めんどくさい、考えれば考えること難しくなる、うん、だから
僕の経験上でしかちょっとお伝えできないから、もうそれでもなんか気になる方はこうやって伸びてるところの半分でぐらいで切りね、な切ったところはこの真ん中で切った方がいいの、この葉っぱと葉っぱの葉っぱと葉っぱの例えばね、むね、この葉っぱと葉っぱのこのあいこね、例えばここで切った方がいいの、この間ね、ね、こことこことの中間で切った方がいいの、それとも葉っぱのすぐ上で切ったらいいの、ね、それともこの付け根ね、葉っぱと同時進行でここで切った方がいいね、いいの、気にしないで俺はっきり言う、どこでも生きてはっきり俺の経験から言うとね、でやっぱりこう切ったここは茶色くなるよ、切ったところは、だから葉っぱのちょっと上の方がまだこう茶色くなって、ここの先っぽだけ枯れるんやね、切ったら。例えばこうすると、ここの葉っぱとここの葉っぱとここ、これが茶色くなるの、でこれなぜかっていうと、下ここに葉っぱついてるやろ、はい、ちょっと切っちゃうね、ね、ね、こう行って水こう上がってって、ここに行くために行くの、うん、ここにも葉っぱないから、行っても意味ないや、うん、葉っぱないから、葉っぱないとここにしか水行かんの、ここに葉っぱがあるから、下から水行ったらこういう風に上に葉っぱないんやから、ないからここ枯れるの、ここの部分が枯れるの、だからその部分が目立つのが嫌やったらこの真ん中ぐらいで切ればいいよって言いたいの、はい、でもどうせここは茶色くなるよ、うん、で茶色くなったところは切ればいいだけ、わかるかな、言ってることわかる、はい、ね、だから必ずこういったところでバチって切ってもね、切るでしょ、切ってもここに葉っぱが残ってるから水上上がってくるから、うん、そうするとこっからまた枝出てきてくれるから、水が上がってくれてるから、葉っぱがあるから、でもかといって葉っぱを全部落とすのは良くない、うん、ね、その葉っぱを全部落とすのは秋やって、うん、とにかく今は邪魔になるところは切って肥料やって、ね、根っこがわっと伸びたら植え替えてやってあげること、で風通しのいいとこやってこうやれば、で暖かくね見守ってあげるとね、それを1年目2年目3年目やると皆さんびっくりするぐらいのピエールになるから、はい、コンパクトでね、普通ピエールってね、うちもあるけど5メートルやよ、うん、5メートルのピエール楽しめる家なんてないや、はっきり言うけど俺1000軒に1軒もないと思うわ、あるわけないやん、そんな壁なんて、そんなこと考えればやっぱり僕はこういうふうなコンパクトのピエールを進めてあった方が人それぞれやと思うね、うん、でやっぱそれだけ、まあ、あの面積もあったり場所とかあったりとか予算的にも余裕がある方はそれやっていけばいいなと思いますけど、僕は今初心者向けなんでね、あの初心者向けの、あのだからこれ300何パチも売れたんやと思うね、はい、で枯れてる人ほとんどいないと思う、うん、で、あ、枯れてるんでないのと思ってる人は葉っぱ全部落ちてるの、あ、捨てないで生きてる可能性あるから、うん、バラってなかなかしないで、あ、枯れてるなと思って枯れる原因を教えてあげようか、水やりや忘れた人やと思う、うん、やっぱ1ヶ月以上水やり忘れてやらないと枯れるね、あと室内で管理してる人、あと毎日水やってる人、これは枯れる可能性があるから、必ずね、あのたまに 目向けてやってください、で黒星病になってったら、黒星黒になったらもう一応あれして移りますんでね、病原菌っていうのは菌ウイルスって移るんですよ、だから1個できると他のところに移るんでね、あの必ず、あと、まあ、例えばニームとかね、木作液やってもあまり意味ないと思います、はっきり言います、木作液は3年ぐらいかかるんでね、土をこう健全なものにやっていくんですよ、で、まあ、ニームオイルは結構効果あるかな、でニームオイルはやっていけばいいんですけど、ニームオイルっていうのはやり続けていかないといけないんですよ、でまたね、あの第4回目とか第5回目とか なると思いますんでね、あのしばらくこれは動画は内容はないです、多分次、このまま置いといてください、でまた伸びたら消える、伸びたら 花あまり気にしない、で来年の4月は絶対探せますよ、皆さん約束やよ、来年の4月のために切るわけですから、これは1年であろうと2年であろうと関係ない、絶対にバラは1年1回は絶対切り裂きますから、絶対5月のバラです、もう絶対です、もう5月のバラほど綺麗なものはないんでね、
僕はもう皆さんこのバラ買った方には来年の5月を向けてピエール勉強会、次は葉っぱの落とし方いきます。これ11月ぐらいかな、9月か11月まで待ってください。葉っぱ全部落とします。で、場所にもよるんですけど1月2月の間に剪定を行います。ね、でそれが次で、その次にその後にやること、肥料ですね。肥料大体3月ぐらいです。3月ぐらいにバンバン肥料やっていきます。で次4月です。4月になると葉っぱブワッて茂ってきますんでね、それまで全部僕説明しますんで、必ずね皆さんピエール勉強会、今これ何回目？3回目なりますけど、4回目も楽しみにしておいてください。またこれこの場を借りてね、ピエールを買っていただいた方、合計で500人ぐらい、500人に関してはもう本当にね、感謝いたします。絶対に僕に任せてください。もう5月絶対綺麗なバラ咲かせますんで待っててください。以上です。ありがとうございます。